じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。小さい頃にさ、なぜ夜は星が見えるのに昼間は見えないのか不思議じゃなかった？あれ？確かに不思議だね。そういえばスイカ割りってここんとこずっとやってないな。僕なんかスイカ割りは一度もやったことないんだよね。あれ？じゃあスイカを食べるときどうやって小さくしてるの？ねえ、今日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。じゃあ今日は6ね。1、2、3、4、5、6。はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。これってなんで夕方なのかしら。なんだ、ねえ、夕方の便って5時くらいにここに着くよね。小学校が終わってから夕方の便が出るまでみんな潮立の港で待ってるの？うん、今はそうなんだ。昔もっと乗客が多かった頃は3時に着く船もあったんだけどね。俺は海が好きだから、少々お客が少なくてもこの仕事が好きなんだ。診療所が暇だということは、世の中のネジがうまく巻かれているということじゃ。いくら暇でも病人が来ないのは嬉しいの。ねえおじいちゃん、最後に患者さんが来たのはいつ？今のところ。年を取るとどうも肩が凝っていかんな。
お姉さんは明日から15日までの4日間、お盆休みをもらいます。そうなんだ。お家に帰ってくるんだね。お姉さんもお母さんにちゃんと甘えてくるんだよ。変な子。でも本当はこの年になっても堂々と甘えられるといいんだけどね。もしかして、おねだりすればやってくれるのかな？あれ？見つけた。なのよ。まず俺が相手ね。
行け行け、よし行け、頑張れ、よし行け。悔しい。次、僕の番か。頑張れ頑張れ。頑張れ。わあ、負けちゃうってば。わあ、負けちゃうってば。ああ、強くなりたいよ。じゃ、次は俺の番ね。よし行け、頑張れ、よし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 。あー、負けちゃったよ。次、僕の番か。頑張れ頑張れ。なりたいよ。じゃ、次は俺の番ね。いけいけいけ、よし行け。頑張れ。次、僕の番か。頑張れ頑張れ。頑張れ。わあ、負けちゃうってば。はあ、負けちゃった。じゃ、次は俺の番ね。いけいけいけ。よし行け。負けちゃったよ。ごめん、持ってないよ。あ、俺持ってない。二人とも持ってないみたいだな。じゃあこいつでどう。いけいけいけ。あ、俺持ってない。ごめん、持ってないよ。二人とも持ってないみたいだな。じゃあこれでいいかな。なりたいよ。じゃ、次は俺の番ね。よし行け。よし行け。どんな問題。おや、技のレベルが上がったぜ。新しい技を身につけたんだ。二
二人とも持ってないみたいだな。じゃあこれでいいかな。次は俺の番ね。いけいけいけ。じゃあ俺たちも元のところへ帰るぜ。僕くん、またね。ねえ、ここって海の近くなのにお兄ちゃん泳がないの？うん、僕にはどうやら運動神経がないんだ。体育の授業だっていつもヘトヘトだよ。え？まさかここに住んでて泳げないの？僕にそのことだけは聞いちゃダメだよ。したの？ちょっとね。もしかしたら一人でずっとここにいて寂しいの？うん、ちょっとね。そうなんだ。ねえ、少しだけ君に甘えてもいいかな？え？何をすればいいの？でも僕何にもできないかも。ううん、そんなことないよ。じゃあね、君、肩叩きはできるかな？お？昔、よくやってもらったんだ、肩叩き。ねえ、やってくれる？あ、ありがとう。
じゃあ遠慮なく。よいしょっと。うんうん、その調子。わあ、うまいね。うんうん、その調子。わあ、うまいね。うんうん、その調子。はあ、ありがとう。はあ、なんだかちょっと幸せだったよ。幸せ？うん。あ、そうだ。お礼をしなくちゃね。はい、お疲れ様。あれ？この50円玉、ちょっと変だよ。え？そうかな？それは確か、私が生まれる前に使われていた古い50円玉だった。あれ、もう一度肩叩きしてくれるのかな？ありがとう。じゃあお言葉に甘えて、よいしょっと。うんうん、その調子。うまいね。うんうん、その調子。わあ、うまいね。どうもありがとう。はあ、お姉ちゃんますます幸せになっちゃったな。どういたしまして。あれ、ごめん、もう小銭がないよ。お小遣いあげられないや。なんだか最近、死んだ家内の夢ばかり見るの。寝不足なの？いや、むしろぐっすりと眠れるのじゃが、目覚めた後が悲しいのじゃ。わしゃ医者じゃ。死んだ家内や息子がもう戻ってこないことは十分に理解しておるのじゃが。ねえ、今までどこの国の夕日を撮ってきたの？世界中の夕日だよ。もう数えきれないぐらいいろんな場所で撮ったよ。どこが一番綺麗だったの？それはお世辞抜きに日本かな。日本は
都会から離れるとまだまだ自然が残ってる森の国だし、四季の変化がはっきりしてるから、そこら中にファンタスティックな感動があるんだよ。ねえ、お兄ちゃん、この町のこと詳しい？まあね、14年もこの航路で働いてるんだから、そりゃ詳しくなるさ。アカネ屋のおじちゃんがこの町に戻ってくる前からこの船に乗ってるんだもん。え、僕のうちのおじちゃんは昔何をやってたの？大工さんだよ。潮立てで有名な親方について修行してたんだ。うちのおじちゃん昔は大工さんだったんだ。全然知らなかったよ。うちのおじちゃんガキども、ご飯だよ。短い船旅ですが、皆様ごゆっくりお楽しみください。おばちゃん。はい、今日は何でしょう？おっきなお風呂入るの。いいですか？うん、いいわよ。じゃあみんながご飯食べてる間に入ってきてね。ありがとうございます。おい、シゲ、お前ヒカリちゃんのこと好きだろ。こら、言い返さなきゃバレバレだぞ。まあまあ、さ、早く食べましょう。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。明日、静江ちゃんが来るんだけど。うちに泊まるの？そうよ。そうか。誰？やすこ姉ちゃんのお母さんだよ。昔ここに住んでたんだ。アイス食べたいな。アイスアイスアイスって100回念じたら間違って空から降ってこないかな。お姉ちゃん、今日こそ牛乳買ってくれないかな。ねえ、明日はどっ参考になったかな。
私のこと取ってよ。テーマは？お任せするわ。じゃあね、シャチに襲われるアザラシ。はあ？何それ。でもサイモンらしくってちょっと好きよ。シャチってパンダみたいで可愛いと思うんだけど。でもあの柄、私ならもう一色欲しいな。じゃあね、アザラシは真っ白な流氷の上に赤い血を流しながらゆっくりとシャチに食べられていくんだ。なるほど。12月の流氷原には海水が凝っていくキリキリという小さな音と、シャチがアザラシを食べるシャリシャリという音だけが響き渡るのさ。素敵だわ。あれ？お姉ちゃんはシャチなの？アザラシなの？アザラシだよ。私ちょっと酔っ払っちゃったかも。